ネバネバ役ネバウィープロミスクロです。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。先週に引き続きジャンプがですね、土曜日に発売になったということで、今回も買ってきました。こちらジャンプでございます。今回の表紙は今話題の大人気、鬼滅の刃でございます。最近ね、よくコメント欄でもいただくんですけれども、今ね、ちょっと、何巻か抜けてますが、共感していただける方すごいいると思うんですけども、アニメの作画がやばすぎて、ね、人気ももう大爆発ということで、オープニングテーマのグレンゲを見てね、もうすごいやっぱかっこよくて、それで、買ってしまったっていうエピソードがあります。なので皆さんも結構これ見てね、約束のネバーランド次は鬼滅の刃の考察もするんじゃないかっていうコメントをね、よくいただくんですけれども、まあ、それは未定でございます。とりあえずここに置いてあるのでね、皆さん気になってる方もいたんじゃないでしょうかということで、今回はですね、約束のネバーランド151話勝つのはということで始まりました今回の回なんですけれども、前回ねまさかのザジがねアウアーと言って入ってきたわけなんですけれども、ここでまあなんだこいつと、突如なんか正体不明のやつがね戦いの中に入ってきたから、もう何事かと結構みんなざわついてるわけなんですけど、いきなりヒュッとレギュラーバリバリね刃を向けるわけなんですけれども、まあ、このザジのスピードにね鬼たちも驚いてる様子ですよね。でも初めてじゃないでしょうかね、しっかりとこうレグラバリバに傷がついたというか、刃が頬をかすめて出血をしてるような感じですよね。そして次のページをめくるとですね、シスロとバーバラも参戦してくると。前回の動画でですね、シスロとバーバラも来るかもしれませんっていうこと言ってたんですが、まあ案の定ね、シスロとバーバラも天井から降りてきて、そこで過去の回想シーンになりまして、ノーマンがですね、ノーマンとの作戦を立ててる時に間髪入れず攻めるんだっていうノーマンの指令のもと、ジョーもギーラも強いということで、ラムダだからといって人間が正面から鬼に挑んだところで勝ち目はゼロだからこそ、レグラバリマとギーランを両者ぶつけることによって大きく消耗させて、ちょっとね疲れてるみたいなところを叩くっていうのが、まあ、ノーマンの作戦ですよね。再生変異、身体強化、それら規格外の力を発揮する細胞分裂に鬼は莫大なエネルギーを消費するということで、まあ、再生したら結構ね疲れるっていう感じですよね。まあ、連戦こそ奴らの弱点と、瞬発力に特化した生物であるから、まあ長期戦はね向かないってことですよね。でノーマンは肉を食わせるな、たとえ死体の人影らでも、そう、その補給させない間に攻めて攻めて攻めまくってレグラバリも撃つ作戦ですよね。でそこに僕たちの勝機があると。でバーバラも見えると言って、まあ動きは早いけど確実に最初よりも鈍くなってる。それはもう天井の上から2人は見ていたので、その一部始終をその時に比べてかなり消耗してきてるっていうことを感じてますよね。でこの攻撃の、ラッシュによってレグラバリもね徐々に傷を負ったりだとか、崩せぬって思ったりとか、うまく攻めれてますよね。腹さえね満たせればと思ってるけども、その腹を満たすようなこう食べる間もなく攻められてるってわけですよね。ザジが攻めてアタシラが守ると、シスロとバーバラは守りで、ザジが攻撃っていうことですよね。で、ザジなら決める、やってくれるということで、そこの回想シーンというかね、昔のちょっと描写みたいなものが映ってて、今ザジってなんかこう、袋みたいなものを頭にこう被ってると思うんですけども、それを取ったような、もうむき出しになってるようなザジがちょっとね、描かれてますよね。顔とかは見えないですけどもね、もうなんかおそらく髪の毛とかもないような感じ。で、まあ胸にはラムダのマークですね。で、もう腕とか縛られてるか、本当になんかすごいようなやつなんでしょうね。おそらくザジは。で、ザジ、背中は任せろ、思いっきり行けと、バーバラが言ったところですね、ザジがこう、切りかかろうとした時に、レグラバリマが図に乗るなよと言って、もうなんか腕がね、爆発的になんか強化されたというか、ムキムキ、筋肉ムキムキ見たくなったというか、腕がね、パンパンな状態になってね、ブスッと、バーバラが刺されてしまうわけですよね。この時はなんか力を使ったんでしょうかね。ザジも一瞬でこう、レグラバリマを見失ってね、ハテナっていうマークが出てるので、本当に相当早い動きで、バーバラをね、刺したんだと思います、これは。で、バーバラがね、レグラバリマが先ほど腹を満たさねばっていう風に言ってて、バーバラをね、ここで食おうとするわけですよね。食おうとしたところで、ザジのこう、放り投げたね、刃が腕をプスってやって、腕がまあ、切れるわけですよね。そしたら、あと言って、あーと言って、ザジがね、ちょっと取り乱すわけですよね。これは何でしょうか、まあ、バーバラを食べられそうになったことに対する、まあ、怒りというか取り乱しなのか、おそらくバーバラだとは思うんですけども、まあ、まだね、確実にバーバラがその食べられそうになったことに対する怒りかちょっとわかりませんが、冷静になれないようなスイッチが入ってしまったような感じになったわけですよね。レグラバリはちょっとね、ニヤッとしてね、クソまずい、間に合わねえと、シスロが言ったところで、またね、腕が再生して、腕が再生したところで、ちょっとね、ここで疑問を、
レグラバリマが抱くわけですよね。びっくりびっくりハテナみたいな。ザジの攻撃をね、受け止めたわけなんですけど、手のひらをこう貫通して、爪の形状とかがね、こうなんかもう、ねじれたというか、曲がったというか。で、ここで鬼たちが、うっとなってね、ぐらっと来てるわけですよね。まあ、なんだこれはと言って、もしや、毒かと言って、やっぱりね、この毒でしたね。おそらく、ノーマンたちが以前研究してたものっていうのが、こちらなのかなというふうに、今回明かされましたね。まあ、前回とかのね、前の考察動画でも、まあ、これは毒とか、まあ、形質変化に関係するようなことなのではないかっていうふうに言ってはいたんですけども、やはり毒でしたね。この毒っていうのは、レグラバリマとの戦いのこの空間だけではなくて、城下の街の中にもね、この毒は撒き散らされてるような感じでですね、まあ、その街にいた鬼たちも、形質が野良になってるというか、退化してしまってる感じですよね。で、始まったと。まあ、見るに鬼の正常な細胞分裂サイクルを阻害し、形質保持能力をぶっ壊す。めちゃくちゃ簡単に言えば、強制的に退化を促す毒薬、薬ということで、強制的に退化させるっていうことですよね。ここの描写で KP した時に、あ、乾杯ね。乾杯の描写がね、描かれてるので、もしかしたらこの毒っていうのは飲み物にね、仕組んでたのかもしれないですね。で、レグラバリマたちの一戦に戻りまして、あの攻撃、いな、おそらくあの刃にもということで、最初にザジが登場した時に、キュインボッボッボッとかいろんなこう、ね、ちょっと効果音じゃないけども、音があったと思うんですけども、あそこでね、おそらく刃についてた毒とかで忍ばせてたわけですよね。邪血を持つ女王たちにもこの毒は効いたと。まあ、ノーマンが以前ね、無論全ての鬼に効くとは限らないし、効き方に個体差もあるだろう、邪血を取り込み済みの王たちには最悪効かないことがあるかもしれないと言っていたけれども実際に邪血を持つ王族にも毒薬はですね、効果はあったってことですよね。その指ももう伸びない、この機を我々は逃さないということで、ここでザジがね、最後にレグラバリマに飛びかかるわけですよね。その後の描写でですね、ピシッとなんかレグラバリマがですね、近くの柱のようなものを切るような描写があって、ザジがブッとこう振りかざそうとしてるところですよね。そこで最後のコマからの2コマ目前、レグラバリマがね、何かをパッとこう見つけたような描写があって、最後にくたばれ化け物ということで血が飛び散りまして、151話は終わるわけなんですけども、最後の飛び散ってる血は一体誰の血なんだっていうことが結構ね、重要ですよね。でもこのね、最後のシーンを見る限り、何かしらレグラバリマは方法というか、何かを見つけてますよね。何かを見つけたことによってザジがもしかしたらやられてしまったのかも知れないですよね。ここの煽りはですね、正気覗く一瞬、絶望に終止符をということで、ねえ、またこのちょっと謎めいた煽りを入れられてるわけなんですが、最後のこの血が一体誰なのかっていうのでね、今後の展開も変わってくるんですが、このままレグラバリマが切られて血が出るだけでは終わらないとは思うんですけどね、最後にこのレグラバリマが何を見つけたかによって変わってくるか、もしくはね、この見つけたことにより相打ち的な感じでどっちもダメージを負うパターンかもしれないですよね。今回のね、話をまとめると、前回も言ってたようにザジに対してのマシスロとバーバラも参戦して、レグラバリマ VS ラムダゼですよね。ということで、前に実験していたのが強制的に退化を促す毒ということでしたね。それも判明しましたね。で、一体ザジはね、何に対してスイッチが入ったのかっていうことですよね。バーバラをやられそうになったことに対するスイッチが入ったのか、もしくは何かがあったのか。まあ、バーバラがね、こう食べられそうになったところをこう剣を振りかざしてレグラバリマの手を切り落としてバーバラを救ってるわけですから、何がね、これ突発的な、何がね、原因だったんでしょうね。まあ、普通に見たらバーバラが食べられそうになったことに対しての怒りっぽくも見えますけども、このスイッチあったきっかけが何なのかっていうのもちょっと気になりますよね。でもこのあーって言ってる時にね、それと対照的なこの虎のぬいぐるみ、もう可愛すぎる。うん。ということで、あとはですね、最後のこのレグラバリマは何を見つけ、そして誰の血が飛び散ったのかっていうのがかなりね、非常に気になるところで、今回も終わったわけなんですけれども、僕的には今言ったところが、気になった部分になります。なので、もし皆様もね、感想だったり考察、ここが気になるとありましたら、ぜひぜひ、下のコメント欄からコメントよろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画、いかがでしたでしょうか？僕のチャンネルでは、背景を見てもわかるように、約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので、約束のネバーランドが大好きな皆様は、ぜひ、他の動画も見てください。というわけで、約束のネバーランドが大好きな皆様は、高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ねば最高。では。見てくれたみんなありがとう。
ャンネル登録してね。 Twitter と Instagram もやってるよ。フォローしてね。また見に来てね。